じゃあ核融合を小学生でもわかるように説明する試みです。それでは早速見ていきましょう。時代は今からおよそ100年前、場所はイギリスです。当時イギリスにラザフォード博士がいました。ラザフォード博士とその弟子たちはこう言いました。おい、ちょっと暇だし、超小さい玉っころぶつけて遊ぼうぜ。これはどういうことかというと、まず我々が生きているこの世界には空間があって、そこに様々な物質があります。そしてあらゆる物質のその内部をめちゃくちゃ小さいレベルのところまで見てみると、いわゆる原子というすごい小さいやつが集まったりしてできています。しかしこの原子というやつの中心部をさらにドアップにして見てみると、この中心部はこの世の中で究極レベルに超小さい玉っころ A と超小さい玉っころ B の2種類が固まってできています。この超小さい玉っころのうちの A が何個あるのかによって、その物質が金なのか鉄なのかというような感じで、その物質の種類が決まってきます。ではこの原子の内部に A 玉が1個だけある物質は何だと言われたら、これはいわゆる水素という物質です。水素は水の中に含まれているくらいなので、我々の身の回りにもたくさんあるんですが、地球上に存在する水素の原子の中心部は、基本的に A 玉が1個で、B 玉が0個という構成で存在しています。しかし、地球上に存在する水素のうち、0.015% くらいの割合で、A 玉1個に対して B 玉1個を持っているというレアな水素が、色違いのポケモンみたいな感じで存在します。そしてそれよりもさらに低い確率で A 玉1個に対して B 玉を2個持っているというウルトラレアな水素が存在します。しかしやはりこれらの水素は A 玉の数が同じであり、あくまでも同じ種類の物質ということです。例えばションベンがあったとします。ションベンの成分はほとんど水なので、つまりションベン1リットルにつき1ミリリットル以下のわずかな水は内部にレアな水素を含んでいるということです。ラザフォード博士とその弟子たちはこの B 玉が1個ついているレアな水素をゲットし、そして B 玉が2個ついているウルトラレアな水素は自然界から入手するのは困難なので、どうにかして人工的に作り出し、そしてこの2つを思いっきりぶつけてみました。すると博士たちはこう言いました。うわー、合体して別の物質に変化したぞ。そんな具合で2つのレアな水素はこんな感じで合体し、A 玉が2個で B 玉が2個の物質に変化し、余った1個の B 玉はピョンとどっかへ飛んでいくという状態となりました。そして飛んでいった余った1個の B 玉がいわゆる放射線というやつの一種です。そして新しく生まれたこの A 玉が2個の物質はどんな物質なんだと言われたら、これはいわゆるヘリウムという物質であり、私も動画を作る際にとてもお世話になっている身近で無害な物質です。このようにある物質とある物質を融合させて別の物質が生み出される現象を核融合と言います。そして2つのレアな水素が合体してヘリウムになる際、バカデカすぎるエネルギーを発しました。このバカデカすぎるエネルギーは我々の日常生活で出くわすことがないレベルのバカデカすぎるエネルギーであり、それは水素を 1g 分核融合させると石油およそ8トン分というバカデカすぎるエネルギーでした。そして太陽などの星はその圧倒的重力と圧倒的灼熱によって核融合を起こしまくり、ヘリウムを出しまくりながら無限大レベルのエネルギーを出しまくっていて、この太陽の核融合エネルギーのおかげで私たち人間や動物は地球上で生活することができているというわけです。ではこの核融合を地球上で人工的に起こすことができるのかどうかというと、核融合を起こすためには数億度の熱を発生させる必要があり、これが非常に高い壁となってしまうので核融合を起こすのは容易ではありませんでした。そんな中、今度はこのアメリカにテラー博士が現れました。テラー博士はこう言いました。核融合を人工的に起こすことはできる。人類はこの時点で核分裂によってバカデカすぎるエネルギーを起こし、いわゆる原子爆弾というものを発明してたんですが、テラー博士のアイデアはこの原子爆弾によって数億度の熱を発生させ、その熱を利用して核融合を起こすというものでした。こうして核分裂によって発生した数億度の熱を利用して核融合を起こす爆弾を水素爆弾と言います。つまり現在地球上にある水素爆弾は全て中に原子爆弾を搭載しているので、純粋に核融合だけで爆発しているわけではないです。
一方、原子爆弾に使われているいわゆる核分裂というやつは原子力発電にも使われていて、つまりこれによって発電ができるわけなんですが、しかし残念ながら核融合の場合、やはり数億度の熱を発生させるのが難しいため、水爆には使えても発電には使えない感じとなっています。ただ核融合発電が実現すれば、人類は無限大のエネルギーを使えるようになる可能性があります。また核融合の時にぴょんと飛び出したこの超小さい玉っころがいわゆる放射線というやつであり、危険なやつなんですが、一方現在人類がやっている原子力発電では放射線だけではなく放射性物質というやつが発生します。これはどういうことかというと、放射性物質とは中から放射線を出す物質のことを言います。ただ核融合ではやはりこんな感じで放射線を出すんですが、中から放射線を出してくる物質である放射性物質は出さないので、その分だけ現在の原子力発電より安全だろうと言われています。例えばうんこ臭い人がいたとします。このチャンネルの視聴者は大体うんこ臭い人だとは思いますが、しかし安心してください。うんこ臭い人はお風呂に入ればとりあえずその臭気は取り除くことができます。しかしうんこをまき散らす人はどうでしょう。うんこをまき散らす人はうんこ臭いのではなく、うんこ臭いものをまき散らすわけなので、うんこ臭い人よりも処理が厄介だということです。また現在の原子力発電はバカデカすぎるエネルギーの発生が暴走してしまって止められなくなる場合があるんですが、核融合の場合は暴走の可能性もないであろうと言われています。そしてやはり素材がションベンの中にあるくらいなので、素材の調達が比較的楽というメリットがあります。もし核融合発電を実現させたら、エジソンとかと並ぶレベルの偉人になれるかもしれないので、よかったらこの動画の視聴者の皆さんも核融合発電に挑戦してみてください。以上、小学生でもわかる核融合でした。それとこのチャンネルに小学生でもわかる核開発の動画もあるので、よかったらそれも見てみてください。それではさようなら。